こんにちは、ゆうこマックスです。今回は前回買ったものの紹介動画でも言いましたが、今回はマツダ RX-8 の金メッキバージョンを開封したいと思います。ちょっと今言ったことがよくわかん意味がわかんなかったんですけど、すみません。まず説明からです。これはトミカショップにあるゲームで当たったらマツダこの金メッキバージョンの RX-8 非売品ですよ、手に入るんですけど、今回は手に入れられたので、まあ意味わかんねえなんて言ったらいいのかな。まあいいや、とにかくそのゲームで当たらないとまあ入手できない、レア品なんつってんの、レア品なんですけどね、けど非売品なんでね、まあ結構レアならしいんですけど、今回はまあゲットすることができたので、まあ、開封したいと思います。箱は、なんかごく普通の箱ですね。青い箱ですね。特に絵も描いてないですね。写真名しか。はい。で、どんな車かと言いますと、まあ、大してあんまり、金メッキバージョンとか銀メッキとかあんま好きじゃないんですけどね、今回 RX-8 はちゃんとテールライト塗られてる点で、わ、いいなと思って買っちゃいました。買っちゃうじゃないや。やってみました。そしたら上がりました。はい。金ピカですよ、本当に。ちょっと汚れがちょっと目立ってますけどね。ちょっとこれじゃ私の顔が映ってしまう可能性があるので。まあね、映像で見てもらうと分かる通り、こんなにもう、デジカメがこう映っちゃってる、こんだけキラキラしててね。ちゃんとホイールもゴールドですね、ちゃんと。で、見てください。テールライトがちゃんと赤く、ちょっとピントが合わないんですけど、塗られております。まあ、RX-8の銀メッキは、ちょっと最高ですね、本当に。はい。一応、マツダマークがちゃんと入ってますね。白い色で。はい、サスペンション。これはちょっとに、これはゲットしていいですね、これは。正解ですね、これは。ちゃんとシャッシュ、裏こんな感じですね。はい、今回は RX-8の開封でした。